皆さんこんばんは、佐久間です。いや梅雨がねまだ明けてませんよね。ちょっとじめじめした天気が続いたり、まあ、たまに晴れたりしますけど、ちょっと不安定な天気でね、ちょっと気分もね塞ぎがちなことないですか？僕結構ね最近ちょっとね、なんかモサモサじゃなくてちょっとまあ、クサクサした気持ちで過ごしてたんですけれども、もうこの間駅のねキオスク見たらこんなものが販売されるようになってたんですね。はい、札幌クラシックですね。札幌クラシックね、ご紹介するまでもないかもしれませんが、ご当地ビールの王様ですね。間違いなくご当地ビールの王様、そしてまあ北海道限定の発売なんですね、普段は。だけれども、毎年この時期かなになると、JR 東日本のキオスク、ニューデイズっていうのかな、今はコンビニ、駅の中のコンビニで、札幌クラシック買えるようになるんですね。札幌クラシックのちょっとご説明をしますと、1985年の発売で、札幌、まあ、北海道限定の発売ですね。北海道限定の発売のビールです。で、ホッホクルツ製法でうまいってここに書いてあります。ホッホクルツ製法っていうのはドイツ古来の、まあ、ビールの作り方で、ちょっと調べたところ、ホッホがドイツ語で、高温、クルツっていうのが、まあ、短い短時間ってことで、ホッホクルツで高温短時間の仕込みっていう意味だそうです。でね、材料もね、麦が 100% を使ってます。はい、世界のどこに出しても恥ずかしくないビールですね。では前置きが長くなりましたが、早速いただきたいと思います。でね、適度な、グラスを探したんですが、こちらサントリーのね武蔵野工事を行った際にちょっと購入したグラスなので、まあ、サントリーのグラスなんですが、まあおしゃれなんでね、こちらで今日はいただきたいと思います。音がいいですよね。泡ばっかりになっちゃった。はい、注げました。はい、黄金色に輝く札幌クラシックね。このね、夏直前のねちょっとクサクサした時期にはぴったり。僕ねこれ毎日ちょっと正直飲んじゃってるんですよね。帰りね、ちょっと仕事の帰りに駅のねキオスクでね、この札幌クラシック目に留まると、通り過ぎようとしてもね通り過ぎることができないんですよね。思わずね、はい、気づいたら500ミリ買っちゃいます。さっきね秋葉原の駅でね1本買いまして、その場で、飲んでしまいました。で、その後ね帰りの電車乗ろうと思ったんですけど、名残惜しくて家用ってことでもう1本買ってしまいました。はい、泡が少なくなってきた。それではいただきたいと思います。では乾杯。あー、ホッホクルツ美味しいですね。麦芽の香りがねとても芳醇でね、よくホッホクルツ製法よくわからないですけど、すごい製法ですね。はい、
気持ちもね軽くなっていきますね。今日はねちょっとおつまみも購入してみました。こちらですね、フロム北海道焼きたらチーズです。これもね同じく秋葉原のキオスクのお店で購入しました。チェダーチーズ入りね、滑らかな口どけのチーズを魚肉シートに乗せてオーブンで焼き上げましたと。身もいただきます。最高、最高でございます。ごめんなさい、ちょっと本だ、すいません、本が落ちました。最高です。これね、2つで合わせてね500円ぐらいだったと思うんですけども、これでねお家でとっても幸せなひとときを過ごすことができます。皆さんもぜひ試してみてください。皆様ご視聴ありがとうございました。